こんにちは、インノスケハグの川島です。本日もインノスケハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、それでは、トイプードルのロブちゃんのトレーニングをしていきます。はい、今日はもういきなり仰向け抱っこで、落ち着かせる練習ですね。まあ、ちょっと動画でロブちゃんちょこちょこ出てくると思うんですけど、まあ、とにかくこう落ち着きがねなかなかないというか、体が常にこう動いてるような子なので、こう落ち着く時間もねこう設けながら、こう人の膝の上でこうリラックスする時間も設けたりとかして、体をこうね止めてる時間をね、表に出てる時間であっても作るようにしています。はい、でもブラッシングはねこの研修もやらなきゃいけないので、もう1日1回、まあ、2日に1遍ぐらいはねやらないと、すぐもじゃもじゃになってきて、もつれてきてね毛玉になったりとかしてしまうので、はい、もう体全体こう落ち着いてできるようにね、毎回こう暴れてこうなんとなくやってますだとなかなかちゃんとできないんでね、はい、もうそういうのもこう普段から練習をしてね、これ今はもう全身やりましたけど、もう最初は本当足だけとか体だけとかそういうところからやってるので、徐々にこう全身できるようにね強化していっていただければと思います。はい、はい、でこうねちゃんとね来たら可愛がっていただいて、はい、でサークルから出すときは座るの手ですね。はい、で一回指戻してよしよしで、はい、で今度ハウスですね。はい、自分から入れたら中でよしよし褒めていただいて、ここでおしまいになります。お疲れ様でした。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。